ゴリラックマです。シマリンスよ。あ、皆さんこんにちは。今日はみんなに大切なお知らせがあります。まずは我らがモスから重要なお知らせがあるわよ。なんだって、僕も聞きたい。それは今から呼んでくるわ。ごはん、皆さんこんにちは。リアルチワワのカリくんです。チワワオス9歳です。今日は僕からも大切なお知らせがあります。みんな心して聞くように。さあ、僕はちょっとお手手がうまく使えないから、代わりに助手を連れてくるからちょっと待っとけ。待って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 。というわけで、今から詳しくはひとみ先生が説明してくれます。ひとみ先生どうぞ。バーン。というわけで、ゆうこのみんな元気だったかな。ひとにゃんことひとみ先生のお出ましたよ。今日はみんなにとっても大事なお知らせがあるよ。みんな耳を大きく開けて聞いていてね。来たる6月3日、この日はなんとじゃ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 ーん、鈴音ひとみさんの生誕のワンマンライブがあるわよ。この日を開けてない君は一生一生後悔すると思われます。この日はなんとひとにゃんの5枚目のシングルが2タイプ同時リリース。さあ、これをゲットしないそこの君は、そこの君はストライクフリーダムで、ちょっと待って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 、じゃーという風に攻撃されちゃうわよ。みんな心してチケットゲットするように。というわけで、6月3日は去年の生誕祭になってます。ぜひぜひ1年に1回しかない誕生日のお祝い、そして5枚目のシングルのお祝い、それから新曲発表なども盛りだくさんです。みんなチヤチヤしながら去年の予習復習をして6月3日のワンマンライブに備えましょう。それでは今週もチャ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 、鈴音ひかりに負けないようにみんなで頑張ってチヤしていきましょう。それではひとにゃんことシンガーソングライターアイドル鈴音ひとみと鈴音ひかりでした。バイバーイ。